ではすいません、お願いします。お願いします。ではですね、現状の船足はどうですか？ですね、全然出し切れてない感じですね。はい、力強さは感じない形ですか？いや、なんか前肩日だけはすごく力強かったんですけど、なんか今は本当に力強さ全くないですね。調整はどうですか？いや、まあ毎日やってるんですけど、なかなか来ないです。あと乗り味の方はどうですか？その乗り心地が悪いですね。はい、わかりました。まあ、まず第一には乗り心地を求める形です。そうですね、はい。最近どうか旅行とかされましたか？まあ、ここ来る前にちょっと友達と鹿児島に旅行行ってきたんですけど、そこでだいぶ神社で験担ぎしてきたんですけどね。エンジンはいいの引いたんですけど、そこだけでした。もう結構有名な霧島神宮ってところに行ってきて、ね、いいエンジン引けたんですけど、もうちょっと行かせきれてはないですね。食べ物ぐらいですかね。はい、何食べたんですか？白熊を食べたんですけど、白熊っていうかき氷があるんですけど、それ食べたぐらいですかね。シロップの味とか好みありますか？いや、なんかオーソドックスなやつを食べたんですけど、白熊っていうやつ。はい、結構有名なお店なんですか？多分有名だと思いますよ。はい、わかりました。はい、では最後にですね、ファンの方に向けてメッセージをお願いします。あと3層残ってるんで、まだ多分オール1着だったら乗れそうなんで、諦めず頑張ります。